も仕事前に緑子シルビアのところに来てますが、雨降る前にちょっと外そうかなと思ったら、すでに雨が降ってきております、一応ですね、車の方に GT ウィングだったりを持ってきてちょっとはめてみようかなと思ってきたところなんですが、雨です。どうしましょう。あと予定としてはですね、ブレーキ周り、ブレーキのですね、パッドの方がですね、Sタイヤ用をそのまま使ってるんですね。前走ってたんで、この050の時に使ってたパッドでそのまま走ってるために、リアがすごく軽くなった部分で、まあ、あと GTR のキャリパーをつけてる部分もあるんだとは思うんですが、まあ、リアが軽くなった分だとは思うんですけども、ロックしやすくなってるので、パッドをラジアル用の今使ってるゾーンさんに、注文してですね、今パッド待ちになってます。でそれが来たら、まあ、ちょっと試しに走りに行けたらなと、まあ、エンジンの調子も見ながらですね、走りに行けたらなと思ってるところです。ちょっと雨が降ってきたので予定してた作業ができないかなという気はしますので、まあ、とりあえず今後の予定と計画を話しておこうかなと思ってます。車の方に来ました、ということで一応純正のトランク、前 GT ウィングをつけてた時のトランクをそのまま持ってきて仮で乗っけようかなと思ってるんですが、ちょっと雨なのでどうしようかなと思ってるところです。あとは、ボンネットですね、ちょっとクイックリリースが自分どうしても怖くて、いろいろ探してたら半額以下でちょうど買えたので、こちらに付け替えようかなとは。ただ、もうクイックリリースで穴を開けてますので、これがちょうどハマるかどうかも試してみたいなと思ってるところなんですが、雨が降ってきてるので、最近ちょっと休みだったり、夜勤入りとか明けが天候不良、雨が多すぎてですね、ちょっと作業ができてないので、これもいつできるかがちょっとわからないです。今日できると思ってきたんですが、雨が降るうちに、降る前にですね、来ようと思ってたんですけど、来たら雨が降ってきました。まあ、なのでそのうちこれもつけたいなと思います。結構小雨がもうずっとパラついてますので、まあ、天気のいい日を見計らって、また作業の方を行っていきたいと思います。とりあえず、先ほど説明した分を行っていく予定なんですが、まあ、晴れの日にできたらなと思いますので、また後日取り付けの方を行っていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。